門前整体三つの図、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、門前整体楽しんで。座り仕事の人ってどうしてもこうやってずっと体重がかかるので、この辺が硬くなってね、こいつがね腰痛の原因とかなったりするんですよ。これこんにちは、門前整体三つの図です。メンバーシップ動画ご覧ありがとうございます。なんでこんな風に変えてきたかって言ったらね、見る人減ってきたし、まあいいかな、見る人だけ見てくれよって思って、こういう風なねチャンネルの方向にね転換変えていこうと思ってます。なので、ね、ちょっとコアな話とかもね加えていこうかななんて思ってますから、本当にね聞きたい話とかね、コメントとかに残しておいてくれたら、私その言葉とかね質問に答えていこうと思っておりますから、皆さんどうぞ答え、聞きたいこととかいうことがあればね、ぜひぜひ言ってください。まあでも答えられるだけですよ。でじゃあね、そうするのがね楽しいかなと思ってやっていってます。折るでしょ。そうそう、この折るやつを取ってってるんですよ。このところっていうのはやっぱりね、座り仕事の人とかはね、やっぱりガチガチにね固められてしまって、どうしても、ね、痛みが溜まっちゃうんですよ。でこいつが腰痛だったりとか膝痛だったりとか、足のむくみとか足の疲れ、足の冷え性なんかにね学術に効いてくるので、今ねこれねやってますけど、ね、今ね門前整体マックスマックスからマックス2マックスプロみたいな形で、どん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 と痛みがね実は増してきてるんですよ。本当に奈良で受けれるやつはもう最高峰に痛くなってきてます。逃げたいのに逃げらんない、逃げらんないけど先生それだけど痛いけどやってほしいみたいな感じでね、どんどん痛みつけてます。またこのね指のね角度がね変わってきてます。このねメンバーシップになったから言っちゃうけれども、内側広筋をねむき出しにしてね、ハムストリングをね大腿骨にグイ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 って抑えるようにしていってますから、ちょっとねテンション上げて喋ってしまいましたけれども、もっとね痛みが良くなって終わった後にすっきりするような感じを門前整体は極めていってますから、来られる人はねぜひ奈良県の富山まで来ていただいたら、学術にねこうやってねむき出しにされた足をグイ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 と押さえていきますから、ぜひぜひ体験してみてください。でこれね、ここの一番そう、この今押さえてる場所あるでしょ、膝の内側のこの部分、ここのハムストリングのここがね長距離の運転をする人だったりとかガチガチに硬くなりやすいんですね。でここをねさらに痛めつける方法なんていうの考えついちゃった、もう門前整体三つの部最強っていうか、ド変態ですね、やっぱりね。だからここをね、しっかりね、緩めていくことっていうのができるようになってきました。でこんな話もね、やっぱりね、メンバーシップじゃないと話せなかったりとか、込み入った話になってくるのでね、こんな感じでやっていこうと思ってます。基本的に左足っていうのはね、そこまでね、右足ほど痛くないんですけれども、左足の方が痛い人っていうのは、やっぱりね、対人関係のストレスが溜まりまくってる人、そういう方っていうのはね、この左側にね、溜まりやすいんですよ。で、声というのは、音なので音を聞いて嫌な声を聞かされるとね、このね、左の耳から背中、腰でお尻で太ももまで来ちゃうとね、かなり疲れ汚れが溜まってる感じです。で思い当たる人、そう、あいつ、あの人、あの会社、あの組織、人が関与する考え方で、あ、私もそうだわ、そういうこと思い当たりがあるなって考えついた人、そう、あなた、そこのあなたはね少しね、その人とそのものと距離を離れることができるのであれば離れた方がいいですけれども、ところが仕事っていうのはなかなかそれができないもんなんですよ。そういう人はね、ぜひ門前整体三つの部に、痛みつけられに来るっていう選択肢を考えてみるのも一つの手かもしれませんが、ご自分で解放する方法もありますから、一度いろいろとね私のアメーバーブログの本を読んでいただくと全然分かったりしますからね、ぜひ読んでみてくださいね。っていうか、ここ痛そうでしょ、でもここやってほしい人っていうのたくさんいるんですよ。だから本当に何度も言いますけれども、門前整体マックスプロマックス2何でもいいんですけれども、逃げられないようにする方法とかも考えついちゃって、そんなことをねどん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 こうやってね、メンバーシップの加入したあなただけのために私はこの動画を編集していますから、そしてこの音声でやっていこうと思ってますからね、ぜひこれをね見ながらね、どんどん、あ、これこれこれ、ここここここの形を抑えてほしかったんですよっていう、
ね、これを見ている人しかわからない、ね、この動画の編集ですから、やり続けますからね、ぜひぜひ見てください。でちなみにこの後ろの絵、あれ私の好きな、実はクリムトさんっていう絵なんですね。私こう見えて美術館が大好きで、この美術館のクリムトの絵を見ながら、自分の好きな絵を見ながら施術をして人を痛めつける、でそれをこのポッドキャストみたいな感じでね、音声で聞きながらこれをね楽しんでいただいたりとかすれば、すごいね皆さんがね、日常がねゆっくりできるんじゃないかなと思ってます。でこの私のね栗本さんの絵も大好きなんですよね。もう美術館とか行ったりとかしてね、その感性を磨く感じがね、で感性を磨いて感性を体をすっきりさせた後、皆様のためにこうやって痛めつける方法を思いつくわけですよね。思いついた感じでこうやって痛めつける、わー楽しい。それが私の悶絶整体ビツドムです。あんまり金儲けとか考えてませんからね。なんで来んの君たち、別に来なくていいよみたいなね。以上、悶絶整体ビツドムでした。